さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。ジョイントハウスの若です。さあ本日はですね、こちらジョイントハウスからなんと若君も来ております、はい、僕も来ております。マウンテンロックスターのサマーアパレルのおしゃれなやつがリリースされますよ。前回、T シャツありましたけれども、はい、今回はちょっと、T シャツあるんですけども、 T シャツのドライティーだったりとか、あとはスウェットのパンツ、この辺がちょっと、ニューリリースっていうのが、追加されましたので、それの案内をしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。まず我が君着てる上下が、はいはい、これ、去年モデルのドライティー。そうですね、ですね、はい、サイズこれ何ですか。これが XL です。 XL、 我が君着てる XL こんな感じ。はい、はい、この辺どうぞ、この辺どうぞ。で、デザイン、まあボディこんなような感じなんですけども、デザイン変わるので、デザインの方また画像を入れておきますね。はい、はい、で、履いているパンツの方がナイロンの、はい、長ズボン、長ズボン、ロングパンツになります。はい、で、こうやってロゴ入ってて、はい、で、ここにこうやってポケットあるんですよね。はい、はい、で、このサイズ、G、はい、で、僕履いているのがナイロンのハーフパンツ。これ僕 XL サイズ、はい、これも XL か。これもそうです。あ、今日紹介したの全部 XL サイズでした。はい、っていう風にちょっとこの3つのアイテムを紹介させていただきたいんですけど、これ夏ハーフパンツとして使うナイロンなんで、ちょっとこう水、濡れたりとかしてもすぐ乾いておいて、乾いたりするので、まあ、水遊びなんかも、はい、川遊びなんかも使えるんじゃないかなっていうおすすめはもちろんなんですが、うん、僕はシーズン中にファーストレイヤー、アンファッチのファーストレイヤーズものを履いたら、次にこれ履いてるんです。あ、こちらナイロンのパンツ履いて、でその上からウェア履いてっていう風にしてるんですね。自分もあのやっぱファーストレイヤー履いて、うんうん、膝にあのプロテクターというかサポーターつけてるんで、はいはいはい、はい、まあ、冬にこっちのハーフ、こっちを履く、はい、履いてますね、はい、これね、今ね知ったんですよ、はい、あの僕我がもこれ履いてんのかなと思ったら、いや僕半ズボンなんですよ、あ、じゃあこれちょうどいいから、じゃあ一緒に紹介しようよっていう感じもなったんですけども、あの普段着としてちょっとこうナイロンのシャカシャカですごく楽ちんなので、普段着として使ってもらうというのはもちろん嬉しいんですけれども、ウェアの下に履くものとして最高にいいなっていうふうに、もうこの長いのをおすすめしたいんです。すごく便利ですよね。便利ですよね、はい、ナイロンってあの雪弾くから、まあ、ウェアと一緒で弾くんで、うんうんうん、非常にこう使い勝手がいいな。そう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 、うん、でウェア脱いでもこの状態なので、あのファーストレイヤーだけよりはもう全然どこでも出歩っていけるし、おしゃれな感じで使えるのが素敵だなと思います。確かに、確かに、はい、でナイロンなので、あの風を結構防ぐから、うん、保温性めちゃくちゃあるなと思うので、うん、汗かいたりするとちょっと濡れてるのが外に出づらいから、うん、春なんかは逆にもちろん使わないんですけども、うん、寒い寒い時なんかにはこれハイウェアの下に入っててはすごく重宝するアイテムですので、皆さんもチェックしてみてください。だってゲレンデの駐車場とか風吹くとめっちゃ寒いですよね。そう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 、わかります。駐車場で着替える時とか、うんうんうん、だからこの上からウェア履くだけなんでめちゃくちゃ楽ちんですよ、うんうん、もしくはファーストレイヤーの上にこういったものでもう少し軽快に行くんだったら、うん、ショートパンツでもいいんじゃないかなと思います。こんな感じで今回マウンテンロックスターのナイロンパンツ、長いのとショートパンツ、そしてドライティー、ドライティーは君ちょっとインナーとしても使ったりしてるんですか。はい、そうですね、インナーとして使ったり、まあ、この時期だとサマゲレとか、あ、はい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 、はい、やっぱナイロンものとか、うん、河川ものって、うん、水吸って、うん、こう洗濯して乾かしたりして、うんうん、匂いがすぐ取れるので、おー、あー、なるほどね。綿系の T シャツよりも、うん、ナイロン系、こういう河川系の T シャツの方が、はい、そういった、まあ、匂い事情。すごいね、クリーニング屋さんの主婦みたいなことじゃない。結構あのクエストとかに、はい、どうしても。ハンガー気っぽい匂いしてますけど、あー、なるほどね、ドライティーって結構それが防げるドライティーで、はい、夏は夏でスノボでやってますよ、うん、そうですね、という感じで今回ちょっとマウンテンロックさんの新作のアパレルを紹介させていただきました。あの概要欄に URL 貼っておきますので、興味のある方はぜひぜひポチッとしていただいて、はい、これも期間がグググッと3日ぐらいで締め切りの受注生産という感じらしいので、はい、ぜひともチェックしていただいて、お早めにご予約の方お願いいたします、はい、7月の中旬ぐらいから、はい、リリース始まる、お、リリースが始まる、ね、まあ、この夏デリバリーが始まる、そうですね、夏使っていただいても、真冬に向かって準備していただいてもいいかなと思うので、1ヶ月ちょいぐらい先ですかね。そうですね、はい、ですね、楽しみにお待ちいただければと思います。お願いします。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。ジョイントハウスの若でした。